こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていきます。キャンバスシートといって貼らないでも描けるキャンバスがあるんですけど、これは普通の貼るためのキャンバスなので、もしかすると描きづらいかもしれないんですけど、普段描くときはこの角のところをピンでこうやって四つ角止めて描くこともあるんですけど、今日はあえてこのまま描いていこうと思います。絵が完成しました。タイトルはグレーエリアです。このキャンバスはこのまま描いても丸まったりたるんだりしませんでした。で、これは額に入れようと思います。さっき塗った額が乾いたので早速絵を入れてみました。こんな感じです。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また次回お目にかかりましょう。さようなら。